おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、前回アップロードしたライブ放送、こちらの方にコメントをいただきました。タイトルは介護と育児というものなんですけども、こういうふうなコメントですね、読ませさせていただきます。おはようございます。私がフォローしているニュースチャンネルという YouTube で介護福祉士として怖いニュースがありました。どんな怖いニュースなんでしょうね。3月から4月ぐらいに、味覚症状はあったけど1日で治ったから訪問介護をしていたヘルパーさんがいて、そのスタッフさんに、そのヘルパーさんにね、移されたということで、母親が亡くなったんですっていうふうに訴える訪問介護を受けていた方がいたそうなんですよ。で、4400万円払えと提訴しているみたいなんですね。で、そのおばあちゃんっていうのは、お亡くなりになった方っていうのは一人暮らしだったみたいですけども、もしね、これが、勝訴ということになって、原告勝訴で4400万円の賠償請求が、このヘルパーさん一人に下った場合は、これからね、介護士さんっていうのは、安心して仕事ができないんじゃないかなっていうことで、どう思われますかってことでね、お問い合わせが来ております。まあ、私は少子高齢化も進むのではと思います。なぜなら怖さからやむを得ず辞める人が増える。そしたら子供を作るより親の世話で大変に、挙句には母親とかを殺めるニュースも降るのではないかということでございますね。私が考えているのは、あの今ね、コメントいただいた方の考えもごもっともなんですけども、実はね、介護の現場に限らず、職務上の遂行によってですね、莫大な、まあ、なんて言いますか、賠償金を請求される、しかも個人にですよ、従業員個人に請求される例は結構ね、あらゆる業界であるわけなんですよ。でも、じゃあその業界がそれによって多くの人がね、就職を断念するかというと、数ある中の一例なんで、そういった前例もあるから、さらに気をつけて進めようっていうふうに逆に進むんではないかなと思うんですよ、安全管理対策が。私が育ってきた頃っていうのは高度経済成長期で、昭和40年代とか50年代、私が小学生の頃とかね、中学の頃っていうのは、クラスメートの誰かがいつもね、お葬式を出してたような、そんなね、感覚があります。どういうことかっていうと、私ね、鉄鋼の町、日本鋼館っていうね、鉄鋼の町で育ってるんですよ。ですんで、クラスメートのほとんどがその日本鋼館の社員さんの息子さん、娘さんが同級生なんですよね。小学校5年生6年生とか3年生とかね、中学1年2年もそうだったかもしれません。まあ、そうなるとね、工場の事故で誰かが死にましたとかね、事故によって賠償が請求されましたってことで、まあ、いろんなね、気の毒なニュースがあって、クラスでカンパ、学校でカンパみたいなことで1人100円とか200円を集めてね、その方に渡したみたいなことが結構ね、何回か5、6回はね、私が小学生の頃にあったんですよ。中学になっても2、3回やりましたね、そういうことが。でも鉄鋼に就職する人がじゃあいなくなったかっていうと、そうではなくて、そういう前例があったからこそ賠償金を請求されてね、それが賠償しなさいっていうふうに指示が出たりとかしたからこそ、そこに行くのが怖いんではなくて、じゃあこういうふうな決まりを作りましょう、こういうふうな安全対策をしましょう、こういうふうなリスクヘッジをしましょうって形で、企業とかスタッフさんが進化して、もう二度とそういうことが起きないように、新しい人をね、さらに迎え入れやすくなったっていうふうに、工場を改善していった、その繰り返しの結果が労働基準法であったりね、雇用調整助成金であったり、今の現状なんではないかなというふうに思うんですよ。ですんで、いろんな業界がね、しのぎを削ってますし、自助努力もしてますけども、ある意味ね、法律のくくりで、あなたは今こういう状態なんで、新型コロナっていうのはね、すごく難しくて分からなかったんですけど、今は安全管理が、ガイドラインが決まってきたんで、ここにありますけども、味覚症状はあったけども1日で治ったからって、その治ったっていう判断を自分でした判断はダメですよと。医療機関や専門医の診断で治ったとされたんだったら、まあその事実を担保にね、出勤を認めますとか、出勤するにしてもお客様のところに、利用者さんのところに行くような勤務ではなくて、内勤って言ってね、事務処理とかね、それから行って車の送迎ぐらいだったらいいですよぐらいに、こう決まりをね、変えていくような動きができるんではないかなと思うんですよ。で、今回ね、こういうふうな例で、確かにね、4400万円払えと提訴されている、これね、ヘルパーとか介護福祉士の立場から見ると、そんな払う義理はないっていうふうになると思いますけども、このね、訪問介護に来ていただいた、それはまあいいんですけども、その結果肉親をなくされた人の気持ちになったら、これはね、おばあちゃんのね、生命の値段ではないですけども、4400万円程度は
取り戻さないともう収まりがつかないということもわかるんですよ。ただ年齢にもよりますけども、おばあちゃん4400万円の賠償ってのはちょっと高めかなとは思いますけどもね。ホフマンケースっていう考え方があるんですけども、今働いている賃金かける平均寿命までの年数ってもので、こうね、賠償っていうのは、死に対する賠償っていうのは計算されることが多いんですけども、4400万円というと年収400万円の人の11年分ですからね。だから平均年齢が、例えばざっくりちょっと私忘れますけど80歳ぐらいでしょ、80何歳とか87とかでしたっけ、まあ80歳としましょう。80歳の平均年齢だとすると69歳の方が訪問介護を受けて亡くなったっていうことで、その瞬間訪問介護を受けていた方が年収400万だったっていうことでこの賠償金額が算出されるはずなんで、ちょっとそこはね、まあ解せないですけども、ただこれは専門家の方がね出された金額なんで、私の計算よりもね真っ当だと思います。ちょっと余談になりましたよねそこは。ということでまとめますけども、トラブルが起きるたんびに人は恐れるんではなくて、その恐れを克服してさらにいいサービスや業界の再編に努めるんではないかなというふうな淡い期待を持っておりますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。皆さんからのねコメントもいただければ幸いです。いってらっしゃい。